ていうのが一つ一つね、その作品を作ることそれ自体があの先生の目的だったんじゃないかと。面白い作品ですね。でみんながアッとこう驚く。だからそういうものを模索するために、その自分の才能とかそういったものの限界まで見